音声映像転写ログ、キックバック、3222JP00。場所、サイト19、人事局オフィス。日時、1900。参加者、ジャック、ブライト人事局長。複数の D クラス職員、D1411、D2566、D3153。ブライト局長が執務机で作業している。出入り口のすりガラスの向こう側に人影が現れ、ドアをやや乱暴にノックする。ブライト博士が顔を上げ返答する。入ってくれ。D1411が入室する。志願者、かな？ああ、そうだ。キックバック、プログラムの。長めの力仕事からやっと解放されたから、しばらく、ゆったり過ごしたいんだ。ふむ、よろしい。では、この申請書にサインを。D1411は渡された書類にサインを書き込み、ブライト局長に返す。ふーん。意外とちょろいもんだな。は？君、申請書をきちんと読んだかい？いや。これね、キックバックの契約書だよ。KICC で、キック、だ。待て、なんだって？俺をはめやがったのか？人聞きが悪いなぁ。四文字目が K の方のキックバックほどじゃないが、君の望む通り肉体労働をする必要はないぞ。いや、そういうことじゃ。くそ、取り消しだ。取り消し。却下。さて、君一人ではさすがに負担が大きいだろうが。ブライト局長が D1411 越しに入り口のドアを見る。D1411 はブライト局長を睨みつけている。ちょうどいいな。そこで聞いている君、君も来たまえ。入り口から D2566 が入室する。同時に、室内のロッカーから D3153が現れる。は？なんだ君。サボりというわけか。ここがどこだか知ってのことかね？というか、どうやって入ったんだ？鍵は閉めてあったはずだが。普通に開いてましたけど。くそ、まあいい。D2566 を見る。で、君も、キックバック、だな。さあ、ここに名前を。そうだけど、おい。まあまあ。それで。D3153 を鋭く見つめる。君は最初から聞いていただろうが、君のためを思って言わせてもらえば。キックバックに参加するといい。どうかね？ええ。ぜひ。D1411 は依然として無言で、ブライト局長を睨んでいる。D2566 が前にで、D3153 がぎこちなく続く。2名が用紙に名前を書き込む。それで、僕らは一体何をさせられるんでしょう？なんだ？ただの休暇だろ？キックバック。通り方向の体軸への蹴りによって失神を引き起こす。新しく発見された異常現象の調査をしてもらう。ああ？金玉蹴り上げて飛ぼうってことさ。は？ブライト博士が提出した契約書は、人事部門によって正式に認可されました。SCP-3222JP 金玉襲撃オブジェクトクラスペンディング。配属サイト、サイト19。配属部門、余剰次元異常、概念工学、心理工学、医療。研究管理、キックバックプログラム。研究責任者、ジャック、ブライト博士。特別収容プロトコル。
SCP-3222JP の直接の収容は不可能ですが、その非能動的な性質や、遭遇率、危険性が低いと見積もられていることにより、喫緊の収容危機は存在しないとみなされています。現在の収容活動は、遭遇者、存在する場合、の記憶処理を主とする情報工作に焦点が置かれます。さらなる収容プロトコルの策定は、SCP-3222JP の詳細な性質が明らかになるまで保留されます。説明。SCP-3222JP は、EE-3222 の発見と同時に存在が明らかになった超意識空間です。SCP-3222JP の詳細な性質は未解明であるものの、EE-3222 によって体外離脱した意識体のみがアクセス可能であることが現時点で判明しています。EE-3222 は、人体の頭皮軸に沿って下方から強い衝撃が加えられた際に、対象の意識が意識体として肉体から分離される現象です。分離された意識体は非三次元的方向へシフトし、前述の通り SCP-3222JP へ到達します。SCP-3222JP 内での体験は非常に抽象的に解釈されるため、また、SCP-3222JP 体験者の母数が圧倒的に不足しているため、本校執筆時点で SCP-3222JP を具体的に説明可能だった対象は存在しません。イベント終了時、対象の意識体は通常の体外離脱と同様にユーゼルのコンパク法則に従って元の肉体へと帰還します。EE-3222 が発見されたのは、内部調停部門クリアランスが不足しています。当該職員は異常現象に遭遇したことを回復後に報告し、問題の現象は簡易的な検証の後に超常現象として正式に記録されました。EE-3222 は非侵襲的な、もしくは軽微な侵襲のみを伴う体外離脱手順としての利用可能性を有することで、主に心理工学の観点から多大な研究価値が認められています。このため、研究部門はキックバックプログラムを設立し、研究資金及びその他の資産の使用を許可しました。当該プログラムの主目的は SCP-3222JP の調査及び収容評価であり、副次的に EE-3222 の研究及び応用開発を兼務します。音声映像転写ログ、キックバック、3222JP-01AH 場所サイト19実験室系日時1900参加者ジャック・ブライト博士複数の D クラス職員 D1411 D2566 D3153 全文実験に参加した D1411 D2566D3153 には、SCP-3222JP を観測するにあたって、有機性霊魂インターフェース構造が導入されました。有機性霊魂インターフェース構造は本質的にはミームであり、脳アスフィアを介して意識と融合することによって、データを物理世界に中継できます。ブライト博士が機器を移動させ操作しながら、他の参加者に話しかける。さて、とりあえず準備をしつつ話から聞いてほしい。まず、金玉キックなんておぞましいことを言いはしたが、実際にそんなことをするつもりはない。説明した通り、睾丸である必要も蹴りである必要も実際にはないんだからな。もちろん、睾丸を蹴ること自体が目的なわけでもないし。要するに、股間に真下から強い打撃を与えることが条件なんだ。今回の私たちの目的は、股間を刺激し、笑うな、おかしな意味じゃないぞ。そして意識体となって SCP-3222JP を観察するんだ。そういうわけで、ほら、機械の準備ができたぞ。ブライト博士が台座の直下に小型の機械をスライドさせる。簡単な代物だ。この台が君たちを直立したまま固定し、射出機が真下から棒を素早く伸ばす。この拘束具は別に悪趣味なものじゃなくて、君たちが下手に身代わりして狙いが外れたり、失神した後に倒れて怪我したりするのを防ぐためにあるんだ。さあ、質問がなければ、早速始めよう。D1411、D2566、D3153
D3153 がそれぞれ目配せし合う。どうした？忘れ物でもしたか？私の方は万全だぞ。君らの ISIC だって確認済みだ。心の準備なら私が手伝ってやろう。なあ博士、本当に俺らがやらなきゃダメか？今さら怖くなったか？怖えよ、怖えだろ。あんただって俺たちの気持ちになってみろよ。何が面白くて弾を突かれたりなんか。くそ。そうだぜ、別に俺らじゃなくたって女の D クラスにでもやらせりゃいいぜ。女だと？君は変態かミソジニストか？わざわざ女性を呼びつけて股間を棒で叩くなんてのはな、コンプラだとかなんだとかが許さないんだよ。そんなんだからこんなところで働かされ。とにかくすべこべよな。私は先着で決めただけなんだ。安心しろ、さっきも言ったが、弾を狙うわけじゃない。おとなしくしてればちょうど間を通るかもしれないだろう。ほら、誰からやる？名乗り出ないなら君からだ、D1411。 そう気を悪くするな。順番が早いか遅いかの違いだ。取り掛かろう、君たちは補佐を。ブライト博士が D2566、D3153に指示を出しつつ、D1411に器具を取り付ける。さあ、完全に準備完了だ。器具の方はどうだい？大丈夫そうだ。よろしい。うん、始めるぞ。なるべく痛くないように。どうだ？おい、大丈夫か？大丈夫だ。多分弾は。おい待て、触るな。確認しなくていい。続けられるか？ああ、平気だ。でももう失敗しないでくれ。かなり鋭く痛む。全処するよ。さて、もう一度行こうか。マジで頼むから。音声映像転写ログ、キックバック、3222JP01A2。 以下は D1411 の ISIC から送信された SCP-3222JP 内における疑似視聴覚的体験の転写です。D1411 の周囲には何もない。何？なんだ、何も見えない。D1411 は周囲を確認しようとするが、実際には体は存在しないため失敗する。弾は無事なのか？ D1411 は抗がんを確認しようとするが、実際には体は存在しないため失敗する。君が悪いな。変な感覚だ。感覚？ D1411 は感覚を意識する。ゆっくりと真上に引っ張り上げられている感じがする。D1411 は数秒間もがき、上昇に抵抗しようとするが、実際には体は存在しないため失敗する。体がないみたいな。ないのか。D1411 は体を意識しようとするが、成功しない。数十秒間の試みの後、D1411 は実際には存在しない目を開く。閉めた。光だ。何かが光ってる。大きくなって。D1411 の視界で格子状の模様がぼやけて見えている。なんだ、あれ、窓？天井？ D1411 が景色に近づこうと試みる。今、上を向いている感じがする。浮いて、落ちる。 D1411 の視界の景色が消失し、 D1411 が覚醒する。音声映像転写ログ、キックバック、3222JP01AH。 以下は転写ログ 01AH の再開です。さて、うまくいったかな？博士？これは失敗だったみたいだ。待て、見たんだ、
確かに見た。何か、白い何かを。一旦確認してみよう。ブライト博士が D1411 の拘束を解除し、デバイスを操作して ISIC の送信ログを確認する。その間、D1411 は着用しているカバーオールのチャックを慌てた様子で下ろし、下着の中を探る。ああ。よかった。ブライト博士が確認したログには、実際の経過時間と明らかに矛盾する長さの体験的描写が記録されている。なんと。でかしたぞ、D1411。ブライト博士はさらなる記録のため、D2566、D3153にも同様の実験を行う。構文。対象は打撃の後、0.036 秒間の EE3222 を経験していたことが意識レベルチェックのデータから判明した。このことは実際の経過時間と相違しないと判断された。ISIC は2分2秒にわたる体験的描写を記録していた。実験ログ B。被験者、D2566。得られた視覚データ。結果、対象は打撃の後、およそ3分間失神した。このうち、SCP-3222JP との相互作用は最初の 0.012 秒間のみに発生していたが、ISIC は45秒間の体験的描写を記録していた。実験ログ A で観察された SCP-3222JP の視覚的描写とは明らかに異なる外観が観察された。実験ログ C。被験者、D3153。得られた視覚データ。結果、対象は打撃の後、0.052 秒間のみ SCP-3222JP と相互作用した。ISIC は2分4秒にわたる体験的描写を記録していた。実験ログ A、B で観察された SCP-3222JP の視覚的描写のどちらとも異なる外観が観察された。以降、SCP-3222JP の外観について、観測ごとの変化や被験者による変化などの要因を考慮しつつ実験を継続するべきである。実験の最中、極度の緊張による挙光筋反射に起因すると思われる睾丸の移動により、D3153 の左睾丸が射出棒とわずかに接触した。D3153は苦痛を訴えたが、医療班によって異常なしと診断された後に実験は続行された。睾丸の拘束を検討中。休憩のエントリを省略。構文。SCP-3222JP の外観は、観察ごとに多少の差異が見受けられたものの、被験者に依拠して変化することが判明した。それぞれ計4回ずつの結果から、D3153 の観察による視覚的データが最も鮮明に SCP-3222JP を記録している可能性が高いと判断された。SCP-3222JP は依然として能動的な性質を見せず、収容クラスはユークリッド相当であると見積もられている。さらなる実験の後に、分類委員会が正式な評価を決定する予定である。D1411 の右睾丸は実験中に損傷した。実験の進行に支障はないと判断されたため、D1411 の実験への参加は継続される。今後の実験は、より一般的な体外離脱への応用を目標として実施される予定である。インシデントレポート、音声映像転写ログ、キックバック、3222JP13。全文。以下は、1900。に発生したカオス、インサージェンシーによる大規模襲撃の際に記録された映像資料のうち、SCP-3222JP 研究に関連するログの主要な部分の転写です。結果的に、キックバックプログラムの研究部は襲撃の鎮圧に多大な貢献をもたらしたと判断されています。カメラには実験室へ向かう研究部一行、ブライト博士、D1411、D2566、D3153が映っている。
サイト内警報が発令され、一行は最寄りの実験室を目指して走り出す。一行がインサージェンシーの部隊と遭遇する。一行は進路を変更して走る。襲撃部隊は D クラス職員たちを無視してブライト博士に対し発砲を繰り返すが、命中しない。ブライト博士が拳銃で応戦しつつ、実験室に近づく。D3153 が実験室の扉で銃弾を防御し、他のメンバーを誘導する。一行は実験室に駆け込む。しかしながら、背後から接近してきた別の襲撃部隊の発砲が扉に挑弾し、ブライト博士と D3153 が被弾する。ブライト博士は即死し、D3153 は腹部を負傷する。D3153 がブライト博士の死体を押し込みつつ実験室に飛び込み、扉を閉じる。D1411 が D3153 を受け止め、D2566 が施錠する。D3153 は壁にもたれて座り込む。D1411 と D2566 が室内の設備や器具を用いてバリケードを設置する。室外から襲撃部隊がドアを叩いている。まずいな。D1411 が室内を見渡し、ブライト博士の死体を見下ろす。何かないか？出血の具合はどうだ？ひどくはないけど、放置したらまずそうかもな。おい、これ。D1411 が布でくるまれた SCP-963 を発見する。どうするんだ？僕にくれ。博士を復活させよう。お前、でも、全員死ぬよりマシだ。僕のことはいい。怪我だってしてる。本気だな。当然。ありがとう。D1411 が D3153 に SCP-963 を押し付ける。畜生。おい、何があった？ああ、そうか。くそ。博士、俺たちにはあんただけが頼りだ。俺たちは何でもするから、どうにかする方法を考えてきてくれ。レーザートーチによってドアが切断され始める。D1411 が D2566 に目くばせする。D2566 がうなずき、D3153、ブライト博士、の背後に立って肩と足を押さえる。何する気だ？よせ、このボディは怪我してるんだぞ。気張りな。D1411 がブライト博士の股間を蹴る。それと、おまけに、俺の、金玉の、復讐だ。ああ、これは、なんだ、金玉だらけだ。ISIC からの記録には何も映っていない。いや、球場の、なんなんだ？まさか、外側にいるのか？おいおい、これはまさに考えに来たというわけだ。考えるどころじゃないぞ。実験室 C の扉を切断している襲撃部隊の工作員が頭部を押さえて苦しみ始める。直後、工作員は頭部の様々な開口部から激しく出血して死亡する。ほぼ同時に周囲の工作員たちも同様に死亡する。ははは、デタラメだ、むちゃくちゃだ。すべての襲撃部隊が蒸気と同様にして死亡する。待て。D1411 は静止を無視してさらに一度蹴る。待て、もういい。あ。D2566 がトーチが開けた扉の穴の反対側の異変に気づき、D1411 を静止する。博士、どうだ？終わったよ、多分な。何をすれば？なんだって？ D3153、ブライト博士、は着用しているカバーオールのチャックをやや手間取りながら慌てて下ろし、下着の中を探る。大丈夫か？
構文。カオス、インサージェンシーによる襲撃はわずか8分で鎮圧され、死者2名、負傷者12名、被害総額は9000ドルにとどめられました。以下はミーム的再構築によって複合されたブライト博士による SCP-3222JP の観察です。音声映像転写ログ、キックバック、3222JP。場所、サイト19、人事局オフィス。日時、1900。参加者、ジャック、ブライト博士。博士。ブライト博士が執務机で作業している。出入り口のすりガラスの向こう側に人影が現れ、ドアをノックする。ブライト博士が顔を上げ返答する。入ってくれ。博士が入室する。ブライト、3222についてだが。ああ、今回のことだね。正式に説明する前に、少し付き合ってくれるかい。博士は思考する。手短に説明するなら、あれはまさに思考そのものだったと思うよ。あの空間には無数の思考が詰まっていて、イメージとしてはノーアスフィアに近いが、それほど完全ではない。私も含めたここら一帯の大勢の思考の集合体を、私は自分の思考から飛び出して俯瞰することができていた。つまり、当時のサイト19の職員や襲撃部隊らということか？その通りだ。私は奴らの思考に潜り込んで、内側から破壊することができた。結果があのざまといったところだろう。実験の時にはなぜそのようなことは起こらなかったんだ？これはただの推測だが、私のように異常な精神の増強を施されていない者にとっては、あそこは取るに足らない不鮮明な世界だったと思う。D クラスたちもそうだが、ISIC もあの空間をきちんと認識することはできていなかったのがそう考える理由だ。では、潜在的な危険性を考慮しても、安全であると言えるだろうか。調べようがないとも思うが、あれにアクセスすること自体が難しい。狙って起こそうとしてもうまくいくことの方がよっぽど少なかったからな。そこで自由にして回るのはさらに、と考えれば、まあ、安全だろう。私の判断ではな。わかった。まあ、私だけでなく、委員会にもそう伝えてやってくれ。それと、今日はいくつか知らせがあってきたんだ。ふむ。いい知らせと悪い知らせ、どっちから聞きたい？いい知らせから。よし。まず、検査の結果、君の新しいボディの抗がんは無事だったとわかったよ。ブライト博士は歓喜の声を上げ、ガッツポーズをする。で、悪い知らせというのは？無事なのは片方だけだ。